い、こんにちは、アムです。みずき福引きがやってまいりました。夏だ。なんと男性版と女性版とね、結構違いますね、露出度が。とね、セクシーフェロモンでね、攻撃をできるのか。はい。というところでね、こうね、水着をゲットすることで、こうフェロモンムンムンお姉さんで、ちょっとモンスターをね、倒していく作戦というわけなんです。さあ、来い!セクシービービービーム。あれ、あれ、ちょっとセクシーフェロモンが足りないようですね。おっとこう、やっぱ夏っぽくね、露出アップして、こう肌を、お2個、じゃん、露出。はい、雷神の槍。ちょっとね、水着、夏ボディでね、攻撃をね、していきたい。まあ見た目的にもそうだし、装備的にもね、ゲットしたいなと思っております。そしてフィールドもね、夏仕様になりましたね。今回は、ちょっと、スイカがね、ゲットできたり、ちょっとなんか夏っぽいね、イベントということで、テンション上げていきたい!はい。この感じ。この感じ。あ、怪しい。さあ、私にドラクエの夏は来るのか。お、流れ星が一個流れましたが。おや?おや、これは。いや、私だってね、水着さえ与えてくれれば、ちょっと夏ボディになれるんですよ。水着さえ与えてくれれば、与えてくれれば、お、すごい流れた、めっちゃ流れた。じゃん。お、一個来ました。さあ、夏水着になれるのか。はい。ということで、おやー、おかしいな。まだちょっと夏ボディには仕上がっていないから、ちょっと水着はあげられねえぜっていうことなんでしょうか。ダイエットに励みたいと思っております。まあね、皆さんはぜひ、夏の装備をゲットしてね、なんか この時期だけは男性の方もね、ちょっと女性アバターにね、変えたくなっちゃいますよね。ぜひ、ゲットできるように、私の代わりにゲットできるように、祈っております。暑くなってきたので、ちょっと熱中症とかにね、気をつけながら、外ウォークしていきたいなと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。